はい、明日の朝は冷え込みそうですね。はい、関東から西の各エリアの明日朝7時、最低気温が出る頃の予想気温の分布マップです。黄色いところは、10度を少し上回る可能性のあるところですけれども、多くのところは関東から西の各地平野部都市部でもですね、10度を下回って、5度から10度の間となっています。ちょっと内陸に入りますと5度以下といったところも多くあるようですね。今朝よりも明日は冷え込むところが多くなりそうです。では明日のお天気アイコン、東日本西日本見てみましょう。西日本、大阪、伊勢ですけれども、朝の気温10度を下回るところがあちらこちらでありそうです。はい、そして日中の気温はですね、今日より少し上がるところもありますけれども、朝と日中の気温差かなり大きくなりますのでね、体調の管理の方は十分お気をつけいただきたいと思います。はい、そして東日本です。東日本も明日の朝は今朝以上の厳しい冷え込みということになる見込みです。これまであまり強い冷え込み、厳しい冷え込みなかったところでも、明日はかなり厳しく冷え込みそうですね。日中の気温に関しては、関東などは少し雲が多めということもありますので、今日よりも5度ほど気温が低くなる予想となっています。はい、明日は朝の冷え込みも各地今朝よりも厳しく、日中も関東などでは今日より気温が上がらない予想となっています。体調の管理、服装の調整などお気をつけください。